対戦相手の肌が見つかりました。お相手のパーティーがこのような感じですね。今回はいつものボルトリヒレの枠をコケコアシレに変えてきました。これは今までもやろうと思ったんですけど、コケコマアシレでもあの Z が使いたくなるポケモンで、こいつら結構補完的にはまあまあ優れてるんですけど、その辺でちょっと採用しづらいところがあったんですけど日本語下手くそだな。これコケコを玉にしてきたんで、そこで一応持ち物の重複は防いでるみたいな感じですね。で今回コケコアシレの並びはそんなに悪くないで、ラストなんですが、ハッサムかな、そんなに悪くはないはず。これでいきますかね。まあただちょっとガルドが受けづらい気がするけど、まあでもいっか、これでいきましょう。はい、では対戦よろしくお願いします。タマコケコはまあまあ強いはずまあコケコってポケモンが結構強いんですけど、電気技以外の火力が出しづらいんですが、まあ、弾も刺さることで一応それなりのパワーは出るようになってる。月光河から来た、まあ、これはいいでしょう。ボルチェンで引くべきかどうか悩ましいけどな。まあボルチェンでいっか。カバに引いてくるんであればマジカル、まあメガネじゃあ弾マジカル社員からの結びとかでいいダメージ取れるんですけど、タスキの場合突っ張られちゃうんで、ここはボルチェンでいいですね。オッケーオッケー。ほいっと、でタスキ、タスキってことは激流の可能性が高いんで一回足入れると行きましょう。まあただボルチェンとの相性はあんま良くないからな、まあ悪くもないけど別に、ただ持ち物が一瞬でバレちゃうっていうのはありますね。ダシレーヌ、これは良くて、でボーマンダはあの足入れの前で積むのは相当きついはず、パワーがあるんでやけどか、これレヒレの時はありえなかったからちょっとだけびっくりしちゃいましたね。確率的には全然普通なんですけど、レヒレの場合は特性で絶対に焼けないんで、ここはじゃあ引いてくるか。ミミッキー、あでもそれはそれで別にいいな。ダークジェイ、うん、アシレーヌは別に残さなくてもいいっちゃ残さなくてもいい。裏がもうあのこっちコケコとハッサムなんで、別に月光が何でも倒せるんですよ。だからここはまた次のシンフォニアでいいはず。電磁波なんだ効果読んだのかな、全力の Z 技。ここでミミク飛ぶと思うので飛ばしていいですね。このパワーが出せるのがリヒエとは違う点だからな。電磁波はちょっと謎だけど、まあハッサムに引くと思ったんかな、その可能性が一番高いけど。でボーマンダはさすがに足入れの前で詰めないはずなんで、うん、ですよね、マンダなのは分かってて、で落としてきたらコケコの玉マジカルシャインで削りに行けるんですよ。で玉マジカルシャインプラスバレパン多分耐えられないので、このバトルはかなり有利なはずで、一応だけど早速この玉コケコと足入れの採用したメリットが出てますね。足入れじゃない場合、ミミッキーワンパンできなかったんで、リュウマイ D 振ってるっつっても、いやでも大丈夫だね。これはさすがにこの次のハッサムのバレパン耐えるほどじゃないから、で羽休みでレバンドも絶対できないし、落とせなくてもほぼほぼ勝ちは勝ちなはず。あやっぱ落ちますね、強いな、やっぱこの火力が魅力ですよね。まあ、落ちなくても分かんねえ、なんか多分耐える調整があると思うんですけど、耐えられてもその後のハッサムのパレパンはおそらく耐えられなかったんで、まあ、ミミッキー落とした時点でほぼほぼ勝ちのゲームになってましたね。でまあここはアクジェで勝ちなんで、アクジェで、はい、対戦ありがとうございました。いや綺麗に決まったな。対戦相手の方が見つかりました。また鬼氷か、さっきのパーティーも鬼氷入ってましたね。あの時は出てこなかったけど今回出てくるかもしれんな。でパッと見た感じでハッサムの通りがめちゃめちゃいいんですけど、ロトモがいるんでそこだけは気をつけなきゃいけないですね。ただあれか、ドランの刺さりもそれなりにいいな。ランドドランハッサムとかでいいんじゃないかな。悪くなさそう。初手ドランもいいと思うんですよね、ヒートロトムが来る可能性を考えると。でロトム来るんだったらランドコラーでもいいから、ランドドランハッサムとかでいきますかね。はい、では対戦よろしくお願いします。ロトムとゲンガーを初手に来ることを想定してのランドロスからですね。
カリンジャローダから来た場合でもこっちチョッキーランドなんでトンボからハッサムかドラに繋ぐって動きでそんなに悪くないはず。嫌なのはしょっちゅうから鬼氷が飛んでくることですね。マジかよそんなことある。まあでもいいか。ここ相手守ってくんだろうな。まあ身狩りの可能性が一応あるからトンボ狩りでもできますか。守る、はい。上がる技によってはまま突っ張ってもいいかもしれませんね。上がる技じゃね、上がる箇所によっては、あと下がる箇所で命中。これで B ダウンとかしたらさ攻撃か。まあそれはいいや。はたきでも押してみるか。ここワンチャン引いてくる可能性が強いとも言えんかな。早いランドロス前に上からはたきとか飛んでくる可能性がなくもないし、まあ分からんねここで考えるか。一応 S 勝ってる可能性がある場合はたきが結構有効なんで、引いてきたクリスの場合でもこれ有効なんですよ。ロトムでも全然 OK。 こいつ削ればハスタもかなり通しやすくなるんで、ここは変にトンボ狩りとかしなくてよかったですね。オボン落としてオボンか。でここは岩石封じ。ランドロスはもう正直そんな仕事がない。ロトム倒すことだけのポケモンですからね、こいつは。倒すためだけのポケモンですからね。で、ここで岩石封じ入れて、OKOKOK。で、相手回復もしないんで、落とせるかな。あ、落ちたか。強。急所、有効くせ。有効かな、わかんねえ。まあ、無効ということにしておきましょう。これは無効です。で、よくて。で、多分鬼、あ、ジャローダか。いや、これもほぼほぼ勝ったろ。ラスト、ハッサムだしな。はたきからのトンボの方がいいな。ここすぐトンボするんじゃなくてヘビにダミー。トンボバレパン多分落ちないんですよ。ただはたきを入れることより多分トンボバレパンで飛ぶようになると思うので、バグんなければそれでほぼいけるはず。バンジー木の実大好きだな相手で、ここはトンボゲーリー。リフストは大丈夫。宿りゲー、あ、オッケー、そっちの方がいいよ。トンボ返りで押してるんでね、相手の構造が全部恨めってますね今のところ。トンボ返りで、これさすがにバレパン圏内なんでバレパンで仕留めて、でまあ何も積んでない。いやもうここ研磨した方がいいかな。いやでもあれか、ヘビーナミでワンチャン取られる可能性があるからバレパンで落としとくか。素直に、そうだね。でメガ進化してバレットパンチ、で鬼ゴールの前でとりあえずバレパンを連打します。1ターン目守り読みの研磨とかしたいけど、そこで結構身代わりされることも多いので、ここはバレパンでまずはジャローダをしっかり落として、うん、これで鬼ゴリの起点は全く作ってないかな。まあてか こっちのポケモン今んところノーダメージですからね立ち回りとしてはかなり、まあ、相手の行動に依存している部分もあるけど、まあ、間違った選択はしてないはず。でここはさっきも言ったように研磨したいところなんですけど、その研磨読みの身代わりっていうのがたまにやられるんで、まあ、今回守ってきたんで研磨が正解だったんですけど、まあ、バレパンでいいですね。これでもう B ダウンとか引いたらその瞬間にほぼほぼ勝ちになるしな、まあ、回避アップ B ダウンとかとあれだけど素早さ、そう、それはハッサムの前では関係ない。で命中ダウンあんま関係ないですね。でバレットパンチで、ここでレードを当てられたとしても裏がドランなんでそんなに負けないはず。絶対レード、おーし、まあ、そう簡単には、ね、当たりませんからね。まあでもあれだよな、これでもワンチャン作ってくるところが鬼ゴールの強いところだからな。素早さダウン、オッケーオッケー回避アップはしないね。でここはバレパレパンディ研磨とか負け筋作るだけですからね。こっちあと1回殴れれば勝ちなんで、ここで回避が上がんなければほぼ勝ち。回避が上がっても勝つ確率の方が高いですね。まだ回避がやったら何上がってもいいけども、さあなんだ、ここからが鬼ゴールの強いところだぞ。特攻、よしよしよし、特防が下がった、まあ、相手あんま運がないっていうか、まあ、普通ですね鬼氷を普通に運用してもこうなるからな。守る、はい、対戦ありがとうございました。完全勝利だな、これはノーダメージで勝ったんで、パーフェクトゲームですね。コメントたたいてください。